川隆のラジオの時間。皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、はい、宅建主任者って聞いたことある？もちろんです。宅建主任者のできることは何ですか？重説を読むこと。そうだね、はい、で重説を読むと重要事項説明ですよ、はい。まあ、僕はもう何年前かな、38年前ぐらいかなにもう宅建持ってるので、散々そこから重説を読んできておりますが、なかなかあれは宅建ってね、合格率わかる？すごい低いですよね今。結構ね、一般の人も結構受けるから、狭き門になってんだけど、あれもうね決まってて、15% から 18% の間に合格率を設定してるんですよ。だから何点っていうわけじゃなくて、合格者が全体の 15% から 18% の間に入る点数で合格点を決めてる。だから一番多くて 18%、 だから5人に1人もいかないぐらいか、はい、だからそう簡単には受からないよと言いながら、まああんまり勉強しないで受けてる人も、まあ、それなりにいると思っても、仮に半分の人が勉強してないと言っても、残りの人を考えても半分、2人に1人は受からないわ。で、僕も昔の話をするのもなんですけど、最初は仕事にかまけて勉強もできなくて落ちましたとかねっていうのもあるので、はい、まあ、今難しくなってるからね。でも宅建1回取っちゃうと、あとは更新するだけで基本的にはいいので、でこれ不動産の仕事って、宅建持ってると全然やっぱり、まあ、持ってなくても仕事はできるんだけど、やっぱりね、いろんな意味で大事なので、宅建主任者は詳しいよね。そうですね、お話聞くとやっぱりね、はい、うちの会社も結構いるよね。だからなかなかすごいなと思いながら、今日の話題に行きますか。はい、今回は金利が上がると住宅ローンはどうなる、35年ローンを組んでも人生はずっと安泰ではない中で賢い選択とは、というテーマです。はい、前回の時に日本の不動産の価格はどうなるかと言った話をしましたと。で、投資マネーとか節税マネーとかいろんなお金も入ってきてるので、値段がそう簡単に下がることはないだろうから、で金利も安いから、基本的には借りられるだけ借りた方が賢い選択なんですけど、借りられるかどうかっていうことで言うと、今の金利、住宅ローンの金利って実際半パーぐらい、 1% 切ってるもんね。実質 1% 切ってるんじゃないかな、変動金利でいけば。そうすると、僕らが入社した頃は 5% 6% ですよ。今思えばアメリカの金利かみたいな。でも、まあ、借りて買ってましたよね。住宅金融公庫っていう金利が 5.5% でした。他の一般の金住宅ローンと 8% ぐらいかな。で、頭金も入れながら買ってたんだけど、今 1% とかっていうふうに考えると、それをね、35年ローン組めるというかね、35年間ってさ、例えばこの35年ローン組んでも人生ずっと安泰ではない中でっていう風に書いてあるじゃない、はい、銀行はさ、何を元に貸すかっていうと、今の余震を元に貸すわけよ。今あなたがどこに、どういうとこに勤めてて、給料このぐらいもらってるから、いくら、例えば5000万なら5000万円あなたに貸しますよと。ただ35年かけて返してくださいねと言うじゃない。で、実際に35年返済で、まあ途中で返したりすれば、まあ、20年で終わったり25年で終わったりするのかもしれないけど、35年返済できますかっていうことに関しては、銀行はさ、どういう判断するかというと、今の段階で余震で貸すわけであって、35年返せるかどうかは知ったこっちゃないんだよね。わかる？まあ、そうですよね、うん、だってさ、途中で会社クビになるかもしれないし、まあ、死んじゃうってことになったら、団体信用生命保険に入ってれば、いわゆる男子ってやつに入ってれば、それで賄ってくれるので、逆に旦那さんが死んじゃってローンが完済されました、奥さんはローンなしでそこのマンション住めますよみたいな、これも営業のトークで自分の命に変わってみたいな。だけど死なないケースもあるじゃない、はい、で怪我したり入院したりとかっていうケースもあったり。でそれを思うと、本当に今ね、この金利が安い状態の中で一番で金額が高いじゃない。例えば1億円借りようと思ったら、年収どうだろう、1500万ぐらいあれば借りられちゃうんじゃないかな。昔はそんなに借りられなかったね、年収の5倍6倍ぐらいだったんですよ昔は、はい、だから年収が仮に1000万だったら6000万までぐらいがいいところ。
今10倍超えてるのかな。それは金利が安いからね。このまんまずっと金利が安ければと言いながらも、これがね変わるというか、変動金利とかだと、まあ、いきなり変わんないんだけど、いろんなルールがあるからいきなりは変わんないんだけど、どれだけ違うかっていうと、例えばですよ、ちょっとここに私の手元にですね、住宅ローンの返済額シミュレーションというのがあって、世帯年収1500万で金利が 1% だったら、毎月返済額いくらかっていうと26万6000円、借入れ金額9400、あ、そうだよね、その場合だよね、9433万円かで、9000だから1億円ぐらい借りて、で26万って安いよねって思うけど、これ 2% だったらいくらになると思う？31万ぐらいになるんですよ、はい、5万円増えるの。 3% になったら36万円になるんですよ。 4% だったら41万円になるんですよ。でこれが払えますかっていう話なわけですよ。ずっと26万っていうのを払おうと思うと、年収1500万の世帯年収だったら返済比率が 21% なわけ。額面でもらってる金額の5分の1分が返済に回るわけ。 21% だから、はい、これが 2% の場合の31万だったら 25% になり、 3% だと 29% になり、 4% だと 33% になりと、結構これがね圧縮されて圧迫されていくっていうのかな。で私そういえば昔20代かな、マンションを買ってバブルで儲けて、そこで6000万ぐらい借金したのかな。で当時 4-5% の金利かなんかで、年収はその頃ダブルインカムだったので、それこそ1500万ぐらいあったんですよ。それが 今の人はね、奥さんその子供産んでも辞めないけど、うちの場合は子供ができたんで奥さん辞めましたって言った瞬間に僕の年収になったんで、まあ半分とはいかないけど1000万切るわけよ。それで、でバブルが弾けました。どういうことが起きたかって、私の給料が下がったわけですよ。あ、なるほど。7掛けになった。それであっという間にとか、結局ですね、それでどうしたのかな、5年ぐらい頑張ったけど返済比率がね 45% ぐらいだったんだよね、俺ね、年収に対して。それも手取りじゃないから、手取りで言ったら半分以上ですよ。毎月の返済とボーナス返済合わせるといくらかな、の時だと年間返済額がね450万ぐらいだったっていう記憶で、その時の年収が多分700万とか、まあ、1500万ってのはまあ、ね、ダブルインカムだけど、それがなくなって800万だか900万ぐらいになって、それがまた下がって700万ぐらいになって、400何万払える、払えないじゃん。きついですね。きつい。それでマンション売ったんですよ。でも値段下がってたわけですよ。ちょうどその6000万ぐらいの借金がギリギリ1000万以上お金持ってたのかな、その時儲けたお金もあるから。でも結局売れた値段が4500万ぐらいだったんで、手持ちのお金プラス500万ぐらいかき集めて売って、で35歳の時に、はぁと、これでもう一回人生出直せると。子供3人いたのよ。子供3人いて、さあもう一回出直せるって言って、もう借金なんかしたくないと思いながら、5年後にまたマンション買ったけどね、俺ね。でもそのマンションがまた値段上がったりしてんだけど、すごい。だからなんだろう、まあなんていうかな、35年後なんて考えてないと思う。だって実際さ、35歳からマンション、35歳でマンション買ったとするじゃん。そうすると35年後って何歳よ。70歳なわけですよ、はい、70歳までその給料になりますかっていうのも分かんないじゃない。だけどなんで分割して払うかっていうと、自己資金をドーンと何千万って出せればいいけど、まあ、そういうわけにもいきません。先に払っていきます。でもちろん返済もしていくから残債は減っていくんだけど、っていうことが起きていくんだけど、要はいろんなことが起きるわけよ、世の中で。何が言いたいかというと、例えばペアローンとか今流行ってるじゃん。でパワーカップルで1億円以上借りられますと、これはちょっとリスクかもしれないよねって時代がついに来たかもしれないね、うん、本当に収入があって、最初は金利が安いから借りられるだけ借りとけっていうのはいいのかもしれない。だけど例えば頭金っていうか、その残債を減らすようなお金を突っ込んでいくわけ、そのなんていうの、繰り上げ返済っていうのかな、1000万お金が貯まったら減らしていく減らしていく減らしていくって本当にやれないと、あの人生ね結構いろんなことがあるから、それは本当に気をつけた方がいいかなというのと、まあ一番いいのは、まあ旦那さんだったら旦那さんだけの借りられる金額で借りといて、奥さんは働いといて、そのお金は別の返済には当てないんだけど、何かあった時のために、だって怪我しちゃうかもしれないですよ。そうですね、不慮の事故とかありますね。もあるかもしれないじゃない、保険云々ってのもあるのかもしれないけど、っていうような中で、だから僕も無理したわけよ。
6000万の借金って当時ね、年収に対すれば結構な借金だったし、でも金利もそれなりに高かったし、でなんでそんなことができたかって調子に乗ったんだよ多分ね、単純にね。だってこれから値段が上がると思ったから。これ本当にバブルの時ですよ。これはもう東京1億じゃ買えなくなるって本当に思ったんです。でやっとそれが今、やっと今それが実現したというか、30何年経って今実現したということはですよ、これを無理して1億以上の物件を買うかっていうと、やっぱり頭金をそれなりに入れて、まあ僕の年齢などもうそもそもそんな難しいんだけどさ、その返済の期間も35年も組めないし難しいんだけど、若いからといって35年で1億円っていうのを無理して買っていくとやっぱりきついよね。だけど賢く買って運用して、運用というか次にステップに向かっていくとかっていうことなんかも大事だし、自分の自宅を買ってもちろん住むために買うんだろうけど、いろんな中で貸すっていう選択肢を持って運用していくっていうのも将来的にはあるのかもしれないし、そんなようなことなんかをですね、やっぱりやっていかなきゃいけない時代で、銀行の悪口言っても悪口ではないけどさ、銀行員の人なんかその1億円借りられるんだったらどうぞ借りてくださいしか言わないじゃん。そうです、ね、あなたの人生考えたらやめといた方がいいですよという権利もなければ、多分今の人たちっていうのは賢いから、多分僕らの時代と違ってその未来永劫こういい時期が来るかなんてことは多分ないと思ってはいると思うけど、目の前がそういう焦る状況になると結構頑張っちゃったりする可能性もあるので、まあお金を貯めといて安い金利で借りて金利が上がりそうになったら返すっていうのもあるのかもしれないし、キャッシュもそれなりに残しとかないといざ何かあったらまずいかもしれないので、っていうようなことなんかをしながらやっていくっていうことが大事だと思いません？大事ですね、うん、だから私とあなたの年収合わせたらいくらで、マックス借りますよっていう風になると、何か起きて半分の年収になった瞬間に大丈夫かみたいな話にはなる。だけどね、だけどなんだろう、それでもなんとかなるっちゃなるっていうか、これが面白くて、だからいざとなってこう、まあ僕はその業界にもいたからさ、そう直面したわけよ。だけどなんとか売り切ってもう一回出直してやって、また安い時期に買ってそれがまた値上がりしてとかっていうことなんかもできなくはないので、決して僕は買うなと言ってるわけじゃないんだけど、今のご時世を考えたら無理して買って、あちゃー、その一番いけないのはさ、借金した金額が全部売れたとしてもその金額まで届かないとき、フルローン借りてで、10年経ってその値段で売れなかったとき、ほとんど残債が減ってませんって仮になったら、残債よりも自分で持ってるお金につぎ込まなきゃいけないじゃない。だからそういう時が来る前にちょっと健全にこう残債を消していくのか、まあお金を今からすると 1% ぐらいで金利で借りられるんだったら一旦借りといて、で、3000万のキャッシュを持ってるんだったらそれはそれで違う意味で金融投資とかして運用してとかさ、でその差額分を、まあ、貯金というかですね、貯めといて次のパターンにするとかっていうことなんかは、まあ皆さん僕らの時代と違って賢いとは思うので、ただこれコツコツ貯めていくだけじゃなかなかそんなたまんないからね、普通に考えると。だから年収がない人はそもそもなかなか難しいのかもしれないけど、年収がある人にとってみてもいつまでも急にクビになるかもしれないしね、わからないですよね。で今転職が当たり前と言っても本当にその合う合わないとかっていうこととか、まあ、病気になるとかね、いろんなことなんかもなるので、そこはちょっと考えながらやったら、脅かしてる気はないんだけどね、いやそんなこともありますよってことをちょっと今日は分かっていただければいいかなと思っています。はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。